はよう、おう、おお。最近編集長に滑舌が悪い、聞き取りにくいと言われているので、しっかり喋っていきたいと思います。今は夜か朝かわからない4時過ぎでございます。2時半に起きて3時半に家を出て、今小田原厚木道路小田原パーキングエリア下りに向かっております。5時皆さんと集合で、これから芦ノ湖で雲海を見ようと思います。とりあえず芦ノ湖で初雲海楽しみにしています。参加メンバーはチャピココ家、ディオ家、ヨウ家、モコ家でございます。今回はこの4組の飼い主さんと一日楽しんでいきたいと思います。それではそろそろ集合場所のパーキングに着きますので、また後ほど。なんかさっきね、モコちゃんパパから連絡があって、駐車場入れないって、高速からイベントの関係かな。とりあえずもうすぐ4上げちゃうんだけど、行かないことには話になんないから、一応向かってる状態。うわー、4上げてきちゃった、まずいぞ。まさかの駐車場入れません。寒い。山の上だからね、雲海は出てなさそうですね。今日は冷え込み緩かったです。そう、今日は冷え込みが緩いみたいで雲海は発生しておりません。はい、これ通行止めだからこんな大渋滞、うん、そう、通行止めじゃなかったらこの駐車場に入れた、うん、うん、なんかマラソンで、マラソンでか、うん、雲海が全然出てないので、とりあえず朝日で我慢でございます。先生、うん、これが有名な箱根のブランコでございます。大切な人と一緒に乗るやつだって。へえ、あじゃあ一緒に乗ろうか。でも濡れてんだよね。ただいま神奈川県立四王箱根公園というところに向かっております。右方向です。散策をしながら朝ごはんタイムでございます。近所のおばさんですか。あ、どうもいつもお世話になってます。手紙なんですよ。あ、あのインスタに上げてたやつ。そう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 。靴下？いやいやいや、こんなの大きくない。これ丸いやつで編むの？それは。そうそう、ババリで。ババリだよね。ぐるぐるぐるね。じゃあ行きましょう。はい。ほら山犬、こういうの好きだろ。そうだね。尻尾が上がってるもんね。今のダジャレ撮ってなかった。もうワンティングな。皆さん、あの苔があるので苔ないようによろしくお願いします。会話になってない。おー、緑のトンネルみたいだね。休憩所にやってまいりました。ここで朝ごはん食べましょうか。ソーシャルディスタンスでございます。すごいソーシャルディスタンス。そうそうそう。うん、あのマスクをして静かな会食を。山に繋がれてるな。繋がれてる。ちょうどいいのがあって。山になくなっちゃうからな。ちょっと自由に。そして今日はちょっと温かめるよ。モコパンが欲しいです。ペース。上手。どうしたの？あじゃん、うちもご飯食べようか。なんだろうね。え、なんだろうね。出ないよ。出ない。毎食後ですか？毎食後です。何この人？うっしかと思った。
もう休憩なんだ、もこちゃん。もう休憩したいね。もう車の中でもいいぐらい。もうまったりしたいんだよな。これから芦ノ湖湖畔へ向かいます。久しぶりだね、ここ来たの。去年来たのかな、ここ。芦ノ湖遊びに来た時に。偶然見つけたんだよね、湖畔に降りれるところを。もうここ。やった、着きました。ここでーす。よしよし。ほらほらほら、ご飯だ。いやー、喉からね。ちょっと待って、ジャンプ、気持ちいい。服のままね、ふいどこまで行くの。ジョークジョーク、フリーね、冷たさを感じないのかな。なんかあっちゃん、父ちゃんも箱根で犬を思いっきり遊ばせるといえば箱根パノラマパークでございます。芦ノ湖が眼下に見えてすごく気持ちもいいし景色もいいしということで着きました。よいしょ。妨害の中での練習が必要だよね。うん、妨害の練習がね。ダメだお前。それじゃあ。ピンクやめて、こんがらがる。ダメだよ。待って。待って。待って。じっとして動かないで。待って。心がこっち。あ、こっち。じゃあね、バイバイ。ようございますか。プラでございますよ。ヒュー。おう。まずボール貸して。すごい。いただき。どう。何ここら。上手。あ、じゃあどうした？チャピたち行った？これ。なあちゃん疲れたね。約1名パターン。皆さんそれぞれに昼食タイムでございます。お昼になりましたね。もう食べちゃった。疲れてる顔。もう二人とも疲れ。富士山ってどっち？あ、こっから富士山もうさっき。今度あっちになるんですか？うん。あ、本当だ、見えてた。写真撮っとこう。おにぎりだよ、チキンよ。ドッグランも終わって、これから箱根で
箱根のお土産を買っちゃうよ。それから小田原の山安、ここでね干物を買って帰りたいと思います。みんないっぱい遊んで楽しかったね。お昼ご飯もね、絶景で食べて美味しかったね。うん、とりあえず鈴広に入ってきてアルコール消毒。アジの開き300円。あー、みりん、金目とサバみりんでも買ってこうか。いや初めて、うん、あ、そうっけ。あ、ほらイカの口、これでしょ。え、なになにこれ、イカの口。どうやって食べるんですか。炙って食べれば。美味しいだ。これにしましょう。クールはお持ちですか。あ、大丈夫です、はい、1080円。100円お預かりいたします。はい、10円のお返しです。はい、はい、はい、買いました。パッツンさ、溶けちゃう。家に着く頃には溶けない、溶けない、溶けない。うん、あの、ああいうのに入れなくても大丈夫、このままで。うん、いつも寄って、うん、途中でね、うん、買っていく時も、うん、全然平気。平気なんだ。うん、車の日陰に置いとけば。日陰に置いとけば。うん、買いました。終わり。じゃあこれで、うん、はい、金目ですか。金目買って買いましたよ。お金払わずに、ほらほら。いや、やっと芦ノ湖小田原の大渋滞、鬼のような大渋滞を抜けて家路に向かっております。今日はね、ターンパイクがね、歩け歩け大会をやってたもんだからね、ターンパイク車走れないのよ、通行止めで。だからそれを避ける車でもうにっちもさっちも行かないような大渋滞。日の出前から行動してたんで、帰りちょっと渋滞にはまったぐらいなんだけど、干物の山安まで行くまでちょっとした渋滞で疲れたね。お目当ての金目の開きを4枚買えたので良かったです。でもね、買い終わってからチャピココママにね、先生んち5人家族じゃないのって言われて、はちゃーと思ったね。1人忘れてたみたいな。だからこの4枚を5人で質素に分けて食べようかな。コロナの影響でね、半年ぶりぐらいにしっかりしたお出かけイベントをやったんだけども、まあ雲海はまあ見れなかったんだけどね、綺麗な日の出が見れて、みんなと朝ごはん食べて、ドッグランで遊んで、ご飯を散策して、お昼ご飯食べて、いっぱい遊べてよかったかな。また一緒にみんなと遊べたらいいなって思ってます。今日ご一緒してくれたディオ家、チャピココ家、ヨウ家、モコ家、ありがとう。また遊ぼうね。それでは焦らず急がず安全運転で今日も帰りたいと思います。それでは皆さん、またの動画でお会いしましょう。さよなら。